昨日9月歌舞伎座の千秋楽でした。で、私千秋楽にも行きましたね。で、今回の四ツ谷怪談っていうのは過去の見てた四ツ谷怪談とは違って幕が短い分そのお岩さんのね心情のところがぐーっとこう現れていたり心がねすごくなんかこうお岩様に寄ってるので千秋楽でもなんか会いに行くような感じでしたね。このポスターがね、ほんと素晴らしくてね、これも買っちゃいましたね。やっぱりこの二人だからこそ出る魅力っていうんですか、このグレーと黒ですけど、なんと美しいことでしょう。この伊右衛門のね、この色枠っていう素敵さと、このお岩様のこの切ない、なんとも言えないこの悲しい心が出てるのがすごく素敵でしたよね。初日でね、あっと驚くシーンの二人の絡みっていうのが、かやを七に入れると言って、伊右衛門がこう、かやをこう肩に担いで引きずるのに、玉三郎がしがみついてずるずるっと引きずられるシーンだったんですけども、そこが本当にこの千秋楽はずる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 って本当に、出口のところぐらいまでね、しがみついてましたね。なんかより迫力が出てました。まあ、こう見せ場の部分が、容貌が変わってからのシーンなので、当然舞台写真もそういうものが多かったですね。それを見ると、その舞台で引き込まれてた気持ち、お岩様の身内のような気持ちになってるようなね、そんな自分に引き戻されましたね。まあ、それぐらい魅力あるお岩様でした。で、1幕終わった後、はあ、すごかったねって思ってるんですけども、2幕になったらなったで、またこれも素敵なんですね。で、こう、なんとなく寂しいおんぼうぼりの場で、で、最初小六がね、直輔っていうちょっと小悪党で出てきて、水の中なんか書いてるんですよね。そこでまあ、お岩さんの紙が出てきて、櫛が出てくるわけですけども、その後にね、本当に仁左衛門さんがこの傘かぶって黒い着物で釣り道具持って出てくるのが、なんてかっこいいのかって、もう本当最初からでしたけども、最後までかっこよかったですね。そしてなぜ釣りをして顔が見えないのにかっこいいのかとかね、いろいろ考えちゃいましたね。最後はこの4人のね、だんまりになって、玉様も別の役でね綺麗な形で出てきましたけども、やっぱり初日の頃はね綺麗な玉三郎をもう一回見たいと思いましたけども、この千秋楽ではそういうのもなかったですね。まあ、プラスアルファでね見たっていう感じで、もう心にお岩様がいるので大丈夫って感じでした。で、千秋楽はですね、まあ、拍手ももちろんすごかったんですけど、アンコールがあったんですね。前回の桜姫でもありましたけども、この2人のコンビでね、もう何十年ぶりにやるっていうことがどんだけお客様を喜ばせるかっていうのを分かってくれてるんですね、松竹もね。こう、幕が上がったら、4人がこう、お辞儀してました。橋之助、松六、玉三郎、仁左衛門っていう形で座ってお辞儀して、わーっとなって、幕が閉まってきたんですけど、途中で幕の調子が悪くて止まっちゃったんですよ。それで、あれって4人もおかしいなっていう感じ、上を見上げた、その時のその、仁左衛門様の表情がしっかり私の席から見えまして、もうすごく嬉しかったですね。それで、あーと思ってるうちに急にまたガタンと幕が動いておりまして、そしてもう一遍幕が終わったら今度は立って挨拶してくれて、なんでしょうね、本当にいい作品を見せてもらって、観客も満足してるし、なんか大きな感動があってね、やっぱり素晴らしかったですね。そしてさらに今回嬉しかったのが、この筋書きに、この歌舞伎スタディっていうことで下山学のことが出てたんですよ。それで、お岩がね、まあ、お歯黒して髪をすくシーンに惹かれる、独銀の曲が、分からなかったのが、これが瑠璃の艶っていう曲だって分かったんですね。なんか曲調べられないかなって行くたびに歌詞を書いたりしてたんですけども、なくて、で、これが一遍分かって調べると、役者の人がね、ここの曲でこうやるとか書いてて、すごくなんか分かってね、スッとしました。だから本当昨日は一番気持ちよく、このシーンを見ることができましたね。そして、で、今日は2幕目から3曲聴きます。で、まずは、幕開きの曲が禅の務めだったんですね。これはこの間、桜姫でも使われてましたけども、これはお寺のシーンでも使われますが、寂しい土手場でも使われる曲です。だからちょっと寂しく弾きますね。で、それがまあ、幕開きとか途中で使われてて、まあ、そして水があるので、水場の時に使われる佃相方っていうのがあります。それを弾きます。そして最後の4人のだんまり。で、これは梅雨は尾花っていう曲ですね。で、それはね、ここにも出てましたけども、その曲はね、もう、こちらのね、本で、ここで使われるっていうのが分かってたんですね。で、まあ、歌がないのでね、なんですけども、まあ、最後のね、曲ということで弾きます。では。
最初は、五本の本調子で幕開きの前の相方を弾きます。よく使われる真ん中辺までを弾きます。ちょっとこう物寂しいね雰囲気をね出してましたね。では次は水目の表す佃相方です。これは3下がりです。で最後は「梅雨は雄花」という、曲で、まあ、これは羽歌で曲奏は音頭ってなってますね。で「梅雨は雄花と寝た」という「雄花は梅雨と寝ぬ」というような曲です。でこれは本調子です。でお三味線だけで弾きますが、まあ、だんまりなので、ね、こうゆっくりじわって動いてる感じですね。この曲で橋之助松緑玉三郎仁左衛門でこういわゆるだんまりすれ違ったりなんだりじわじわ動いて、まあ、歌舞伎らしいねシーンになるわけですけども、で最後バックパッと明るくなってね、お花っていう役で綺麗な格好になってるあの玉様は土手の方に降りていってこう傘を差してポーズを決める。そして仁左衛門伊右衛門は真ん中の方で一遍顔をギュッと目をつぶってキューッと集中させてギュッと睨むというのはね、もう役者の力で決めるシーンでした。またこの二人の共演を待っています。以上です。